さて、されさん、車ねたくさんあるんですけど、今回はどの車にしようかなというところなんですけれども、ちょっとあのこちらの軽自動車、フロントを見ていただきたいんですが、ここ何かありますよね。そうですね。そちらがあの空気を取り入れるためのなどエアインテークという。あります。あのターボ車ですと例えばボンネットにねあったりしますけれども。はい。 これ結構スマートな感じで,です、ね、ここにあるんですね。ということでこれ軽自動車ですが、はい、ステラですが、はい、ターボ車ということになるわけですよね。はい えーまあパワフルな、ね、エンジンを積んでいるということで、じゃ今回、この車を選んでみたいと思いますので、はいはい、えこれ、グレードはどんなグレードなんですかねステラ LS スマートアシストというグレードになりますスマートアシスト搭載ですね、はい、えじゃあ、この車を今回ね、はい、え気になる車、選びまして、はい、え場所を移動して、じっくりとご紹介していきます。はい、では、紹介していきますが、ステラの LS ですね、スマートアシスト、はい、えまず、教科書からいきたいんですが。はいはい そうですねまだちょっと入庫したてのお車なので、まだちょっと評価書はないお車です評価が下ってないということですかね、見た目、非常にの綺麗な感じで、これ、高評価なんじゃないのかななんて思うですねこちらのお車は、もともと当社の新車のお店で、車用車として使っていたお車なので、もちろん外装も綺麗ですし。 えー、メンテナンスもばっちりしてありますし走行距離も少ないおまですね。ですねという感じなんですけれどもこの車、ね、じっくりと見ていきたいと思いますがまずは、えーまあ、グレードにもありましたスマートアシスト搭載の1台とといううこでですすねねそフロント部分からこうレーダーを出して、はい、え前の車とのこう,うっかり事故を防止してくれるような機能がついています。 スバルというとアイサイトありますがこのスマートシストはレーダーで前の車等を感知するということでもちろん使用するときの条件がありますのでこの辺は十分ご注意いただければと思いますまあくまでも運転者、ドライバーをアシストしてくれる機能とというこですよねそしてもう一つポイントとすると冒頭でも言いましたがターボ車なんです。そうですね えー、例えば山道でこう坂道を走るときとか、はい、あとは高速道路でこう追い越しをするとかっていうのもすごく楽にこう運転することができますんで、はい、あので疲労の軽減にもつながります、ねなるほどえー、やはりね。 車体が軽い分ですね、はいえー。この小気味よく走ってくれるというのがありますんで、まあ、このあたりはね、一回ターボ乗った方っていうのはね、はい、またターボがいいなっていう、ね、方も多いと思いますんで、でねはい、これもまあポイントは高いんじゃないのかなと思いますね。はい、それからもう一つこれ環境にもいい、はい、ということですね。はい、はい、そうですね。あのアイドリングストップという機能がついています。はい、これがあの停車時に、えー、自動的にこうエンジンを止めてくれる機能なんですけど。はい えー、それでこう無駄な燃料消費を抑えてくれます。うん、お財布にも環境にも優しい機能ですね。すね最近あの、えー、まあ信号で止まりますと、はい、みんなエンジンが止まる車が、ね、多くなって、はいえー、きましたけれどもね。はい、まあそれだけあのそういう環境社会ですし、はい、えー。まあそういうのに配慮した一台ということです。はい、そうですね。まあ何せですねやはお財布にも優しいというのがね。はい。今年、えー、はポイントがあ高い。 のかなと思いいいますすねねははそうででもう一つですけれども、これ、ステラ軽自動車ですけれども、非常に高機能なものがついてるということですけれども、こちら、の安心の横滑り防止機能、VDC が搭載されていまますあ軽自動車でこういう安全面に配慮したこういう機能っていうのは、非常に心強いいでですすよねねはそう数もかなり少ないですし、はいあのすごく安心な機能ですね。はい まあ例えばあのまあカーブとかね、はい、いうときに、えー、まあ横滑りをまあ防止してくれますんで、はいはい、これはコンピューター制御ですから、はい、えこれもね非常にね、うん、え安心感はあるのかなと思いますね、はい、そうですねでちょっと中見ましたこれオートエアコンなんですね、はい、そうですね、はい、こちらもあの軽自動車にはまだ少ない機能ですね、はい、これからの季節をこう温度を設定しておけば自動的にその温度になってくれますので、はい、すごく便利な機能ですねそうですね。 なんと言ってもターボエンジンでスマートアシスト搭載ですから、はい、まあ装備も含めて、ね、非常に豪華な一台といって、はいえー、いいんじゃないですかねねはい、はい、そうです、ねえー、ターボ付きの軽自動車は数少ないですし、はいえー、なかなか入行しないのでお早めにお問い合わせしてほしいですねはい、えー、ではこの車ですが車の詳細を教えてください、はい、は、えー、平成25年式で走行距離はおよそ1万キロ、えー、平成28年12月まで車検がついた一台です。 ではこのお車注目のお値段をお願いします。はい、えー、消費税込み九十七万二千円です。えー、なお、消費用リサイクル料は別途申し受けます。え今回の気になる車ですが、十号車二十五年式のステラ LS スマートアシスト CVT。お値段は九十七万二千円です。えー、非常に程度がね、はい、えいい一台なので、スマートアシストもありますしね、ターボエンジン。はい、え早めのご来店をお願いしたいと思います。